愛、愛、について解説する。最初に辞書における語義の説明に軽く触れ、次に伝統的な用法、各宗教における説明で、人々の間に定着している意味を解説し、その後現代の多様な用法まで、歴史に沿って解説する。工事園では、次のような語義を挙げている。日本の古語においては、悲しという音に、愛の文字を当て、悲しとも書き、相手を移動し、 可愛いと思う気持ち、守りたい思いを抱く様、を意味した。近代に入り、西洋での語儀、すなわち、英語の、ラブやフランス語の、アムールなどの語義が導入された。その際に、1、キリスト教の愛の概念、2、ギリシア的な愛の概念、3、ロマン主義小説の恋愛史上主義での愛の概念、などの異なる概念が、同時に流れ込み、 現在の多様な用法が作られてきた。キリスト教において、最大のテーマとなっている愛といえば、まず何よりもアガペイである。そのアガペイとはいかなるものなのか、その特質を説明するにあたって、キリスト教関連の書物や西洋文化圏の書物では、あえて四種類の感情を。すでに古代ギリシア時代から考えられていた四種類、愛、いずれもギリシア語表現。 について説明していることが多い。それらは、以下の通り。イエスは言った、されど我らンジらに次ぐ、ンジらの敵を愛し、ンジらを迫害する人のために祈れ、またい五時十四分と、ここに自分を抽象して期待する相手であれ、神の子供として、また、罪を贖われた者として、隣人とみなして許し合うべきであるという、人類愛の宣言がある。パウロは、 大神徳として、信仰、希望、愛を掲げたが、そのうち最も大いなるは愛なり、一コリント十三時十三分といい、山を移すほどの大いなる信仰ありとも、愛なくば数うるに足らず、同十三、二、愛を追い求めよ、同十四、一と記し、すべての徳とキリスト教における愛の優位性を、確立した。また彼は、神の永続的な無償の愛を、温彫コリス、ロマ一 5. 他と呼び、これは後にグレーシアとラテン語訳されて、キリスト教神学の原理的概念としておもんぜられたのである。西欧の伝統、キリスト教の信仰においては、愛は非常に大きなテーマである。キリスト教においては、神は愛であるとしばしば表現される。また、無条件の愛もたびたび言及されている。 ヘブライ語聖書においては愛に相当することして、ヘブライ語のエハブ、エハバ、エハバーが使われているが、日常でも用いられる。なお、ヘブライ語をカタカナで表すのは難しく、正門破裂音アレフ、無正正門摩擦音 A、南光外接近音ベートの発音が組み合わさると、と、は、派のバリエーションにも聞こえる。また、主の名と、アダムの妻の名と、愛、これら三つの言葉は、 発音がよく似ている。また、キリスト教の英語旧約聖書で、ロビング・カインドニス、カインドネス、カインドレー、マーシー、イングッドネスと訳される、慈悲の意味のヘセドは、他に、フェイバー、ロイルティ、ディスグレイズなどと訳されて、エコヒーキ、忠誠心、恥の意味にも使われているが、ロイルティ、恥と訳されたヘセドを、ヘブライ語聖書レビ二十章十七節に見ると、 慰みの意味合いも含まれていることがわかる。神の愛はしばしば歴史記述を通して具体的に語られる。概要としては、愛を受けるにふさわしくないものに、神の自由な一方的な選択によって愛が与えられ、そのものが、たとえ神から離れようとも、神は見捨てない、という内容である。仏教における、いわゆる愛、英語で、ラブに相当するような概念について説明するには、 愛と翻訳されている概念と、字や、人と翻訳されている概念について説明する必要がある。愛に相当する概念には、サンスクリット語ではトレスナ、カーマ、プラマン、スナホの4種がある。仏教でも人のことを深く思い大切にするという概念はある。ただし、トレスナやカーマの中国語での翻訳字として、愛の字を当てたため、別の字を翻訳字として、 当てることになったのである。仏津や菩薩が人々のことを思い楽しみを与えることを毎とりというが、その翻訳としては中国語では、字の字を人の苦しみを取り除くことかーには、火の字を用い、それらを合わせて、慈悲という表現で読んだ。特に、大乗仏教では、慈悲が知恵と並んで重要なテーマであり、初期仏教の段階ですでに説かれていた。 最古の仏典の一つとされるスッタニパータにも慈悲の章がある。一切衆生に対する潤化された思い、心を慈悲という。それは、仏だけでなく、普通の人々の心の,の中にもあるものだと、大乗仏教では説く。観音菩薩、や聖母、マリアは慈悲の象徴ともされ、慈悲を感じることができるように表現されている。人しは、人が、 二人いる時の完成した愛であるが、孔子は、その実現困難性について、人人は身を殺してもって、人をなすことありと言い、愛に生きるならば、生命を捧げる覚悟が必要だとした。人死は、対人関係において自由な決断により成立する、徳である。孔子は、人死の根源を血縁外であるとした、皇帝なるものはそれ、人死の本をなすか。 そしてこの自己犠牲としての愛と、血縁愛としての自己保存欲との間に、安し、道に対するうやうやしさ、広し、他者に対する許しとしての寛大、真、他者に誠実で偽りを言わぬ真、さとし、仕事に対する愛、恵み、哀れな人に対する施しなどが錯綜し、人しが形成されるとした。一方で孔子は、我今だ徳を好むこと色を好むが如くするものを、 ミザルなりと述べた。孟子は、ひとしと義に対等の価値を認め、りと相反するものとしたが、牧師は、義そくと見て、孟子と対立した。ひとしを、直ちに愛としないのは愛を、情、作用とみ、ひとしを、性、本体と見ているからである。人間が抱く、愛の感情は、必ずしも対象を限定しておらず、その範囲は広大である。 体を愛するという動詞の表現はかなり広く用いられている。社会的な人間にとって根源的な愛の形態の一つ、自分自身を支える基本的な力となる。英語でセルフラブともナルシズムの訳語として用いられることもある。生まれてきたばかりの赤ん坊は保護者と接しながら自己と他者の認識を形成する。その過程で、 成人するまでに自身が無条件に受け入れられていると実感することが自己愛の形成に大きく関与している。自分が望まれていることを前提に生活できることは自身を大切にし自己実現に向かって前進する土台となり得る。また、自己に対する信頼が安定すること、自分という身近な存在を愛せることはその経験から他者を尊重することにもつながる。 心理学者らからは、次回が育って、初めて他人を本当に愛することができるようになると、しばしば指摘されている。自分を愛するように、人を愛することができるというわけである。自分を愛せない間は、人を愛するのは、難しいと言われる。しかし子供によっては、虐待されたり、自身の尊厳を犯されたりするような環境に置かれる、ことがある。この場合、 その子供は努力次第で逆境に打ち勝ち、人格者に成長する可能性もあるし、自己愛が希薄な自虐的な性格になるなど可能性もある。もし後者で自己愛を取り戻すには、自身が無条件で受け入れられていると強烈に実感する体験が鍵のつとなる。周囲から見て精神的に未熟なものが恋愛の最中に 恋している自分に恋していると評されることがある。これは、対象を愛して、気分が舞い上がりなどしている事故によっている。また、パートナーがいるという優越感に浸っている状態を揶揄するものである。しかし、本人の認識も、他者も、恋愛の対象も、全面的に真に、相互的な恋愛感情を抱いていると誤認しやすい。という。親子、兄弟姉妹。 祖父母と孫など肉親同士で発生する場合が多い。血が繋がらなくても、養子など家族の形を取れば家族愛は生まれることがある。動物を家族の一員として捉える人もいる。親子間、特に親が子に対して抱くものも愛であり、性別に応じて母性愛、不性愛などと呼ばれる。子供は特にその初期には守られなくては生存できない存在であり、 親の愛はこれを守り育てる活動の原動力となるものである。ただし、母性愛と不性愛には、やや異なった傾向があるとも言われる。これらについては、母性、不性の項を参照されたい。性的な愛、あるいは愛と性をまとめて扱う場合に、性愛という言葉が使われる例もある。なお、愛という言葉は、文脈、状況によっては成功そのものを指す例もある。 いっぱい愛してどショーペンハウアーは、あらゆる形式の愛が性への盲目的死に人間を軽爆するものであるとの理由で愛を断罪する。しかし、その主張には独自の性愛の刑事上学の考察が含まれている。それによれば、愛はすべての性欲に根ざしているのであり、将来世代の生存はそれを満足させることにかかっている。けれども、この性的本能は、例えば、 客観的な賛美の念といった様々な形に姿を変えて発言することができる。性的結合は個人のためではなく、主のためのものであり、結婚は愛のためにではなく、便宜のためになされるものに他ならない。フロイトは性欲のエネルギーをリビドーと名付け、無意識の世界のダイナミズムの解明に努めたが、特に幼児性欲の問題は従来の常識的な通念に、 大きな衝撃を与え、性愛の問題の現代的意味の追求への道を開いた。例えば、D.H. ロレンスの文学は、性愛のいわば現代文明論的な意味の探求を、一つの中心課題としているものと言ってよい。サルトル、ボーボワールらの実存主義者たちにも、人間論の中心問題としての愛、性欲の問題への立ち入った、究明の試みが見られる。性色とは、 生物の個体が自己の体の一部を元として自己と同じ種類の別の個体を生じる現象を言う。個体にはそれぞれ大体一定の寿命があって死滅するが生殖によって種族の絶滅が防げる。生物には個体維持の本能と共に生殖を全うしようとする種族保存の本能があり、両者を生物の二大本能という。生じた個体はその元となった個体とかならずしも、 同二ではないが、一定の世代数を経て、同二のものに戻る。男女間、同性愛者における、同性間の愛は、日本語においては恋という言葉でも表現できる場合も、ある。なお、恋も、必ずしも人間に対しての身持つ感情ではない。植物、土地、歴史等への気持ちにも、恋という表現が用いられることがある。 恋と愛の両方を英語では、ラブと表現する。英語におけるラブと、日本語における恋と愛はイコールではない。これは、両言語を用いる、各種族の歴史観、宗教観、思想の相違による。日本語において、ラブ、ラブは、若者の言語や芸術では恋、愛両方を表す言葉として、頻繁に用いられている。プラトンによると、愛、エロスは、 前気もの,の永久の所有へ向けられたものであり、肉体的にも、心霊的にも美しいものの中に生殖し生産することを目指す。滅ぶべきものの本性は可能な限り無給不死であることを願うが、それはただ生殖によって古いものから新しいものを残していくことによって可能である。この愛を一つの美しい肉体から、あらゆる肉体の美へ、心霊上の美へ、職業活動や、 制度の美へ、さらに学問的認識上の美への愛に昇華させ、ついに美そのものであるイデアの国の認識に至ることがの、奥義である。プラトニックラブは、元このような、善美な魔術材としてのイデアの世界への無限な、同系と追求であり、心理認識への哲学的衝動である。しかしプラトンは、美しい肉体への愛を排除するものでなく、イデアに対する愛を肉体的なものへの愛と、 切り離して考えるものでもない。サルトルによれば、情動、イモションとしての怒りは、批判性的意識であるのに対して、情動、パッソンとしての憎しみは、情動に向けられた反省的意識によって構成された、超越的対象である。憎しみは、怒りや反発など、無数の意識に対する過去及び未来にわたる一つの、信任であり、これらの無数の意識の超越的統一である。 しかし、日常の不純な反省にあっては、私が彼に反発するのは憎いからだと、この関係は逆転され、憎しみは怒りや反発が流出する源として捉えられる。プラトンは、エロスは、神々と人間との中間者であり、常に欠乏し、美しいものを伺い、知恵を欲求する偉大な精霊、大門であるという、生殖の恋も、愛知としての恋も、 共に不死なる者の,の欲求である。恋の奥義は地上の美しい者どもの恋から出発して、次第に地上的なるものを離れ、ついに永遠にして絶対的な美そのものを認識するに至ることにある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。